ね、頑張ってほしいですよ ね、 そうですね。さあそれではこれまでの数字を確認しましょうか。日米通算の200勝をかけてますが、まずは NPB 日本のプロ野球での数字がご覧の通りということになります。まあ、もちろん2桁もあるんですけど、やっぱり投球イニングの数を見ると200イニングを超えているシーズンもありますし、もうこの数字もすごい数字になってきました。でさらにはこれメジャーを見ていきますと、メジャーをこういう数字になっていきます。ドジャース、そしてヤンキースというもうメジャーリーグの中でも名門のチームで79勝を挙げて、そして日本に復帰、今日が200勝をかけての一戦ということになります。さあその大歓声に包まれながら今マウンドに向かっていきました。ウォーミングアップの時からこの観客席から大きな声援が飛んでいます。改めて通算の成績も確認しておきましょうか。これが通算の成績になります。達川さん、はい、この数字ですね、積み上げた数字は、本当ね、カープのね、ちょっと苦しい時代があったんですが、孤軍奮闘してましたからね。そうですね、もう本当に味方の援護ない時もこれもずっとマウンドを守ってね、そうですね、いつか逆転してくれるだろうってね、そんな感じ投げましたね。延長11回まで投げてね、三浦と0-0、あ、10回だったですね、はいはいはい、うん、まあ、0点に抑えても勝てないという試合があったりしてね、いろいろありました。さあ今日は黒田はどういうピッチングになるのかということになります。それでは両チームのスターティングメンバー見ていきましょう。まずはタイガースです。昨日とまた変えてきました。今日1番にスタメンで今シーズン初めて尾形を使っています。荒木が2番、3番に高山、4番が福留、5番ゴメス、6番鳥谷、7番新井亮太、今日1軍に上がってきました。キャッチャーは梅野、ラストバッターピッチャー先発岩崎ということになっています。さあ対しますカープです。まずは、まあ、こうやってね一つずつ見ていきましょうか。ライトに鈴木誠也が入っています。そしてセンターは丸です。そしてレフト、今日はスタメンで下鶴を入れていますね。そして内野陣いきましょう。ショートに田中が入っています。そしてサードはルナ、そしてセカンドは菊池、そして今日は300号ホームランに王手をかけているこの人もいますね。まずはキャッチャーの石原に行って、そして向こう側に新井がいる。今日ですから黒田の200勝とこの新井の300号ダブルで銀次となるかどうかという一戦になります。先発黒田に最後のボールが渡りました。さあ日米通算の200勝をかけて今日の一戦、これから試合がスタートになります。もう場内が何か緊張感がピリピリと漂っています。マツダスタジアムです。先頭バッター尾形が入りました。試合がスタートになります。初球は変化球が高めに行きました。ボールです。それとあとは今日で終わってもいいというつもりで投げていると。センターに抜けていきます。コツンと合わせました。バントの構えです。ランナースタート切っています。エンドランで行きました。一塁に送ってランナーはこういう形で進めました。昨日と主砲先方辰川さん1回は変えましたね。変えましたけど、同じようなもんですね。まだ送りバントした方が良かったかなという、もう少しエンドランにしてもですね、はい、ワンボールからなんで少し呼び込んでね、詰まってもいいから、こうもう少しフルスイングしてほしいですよね。両サイドに広く使いましたが、さあ2ボール2ストライクは変わりません。勝負球どうするか。内に持ってきました。スイングアウトの三振です。最後はもう一球厳しいところに来て、ここはバット当たりませんでした。いかがでした、戸塚さん。いや、お見事ですね。リードもさることながら、投げたピッチャーも素晴らしいですね。はい、今日これ一番いいストレートじゃないですか。ちょっとシュート気味に入れてますよね。あの左バッターのインサイドにね、シュート気味に入れてるんですよね。これはもう黒田投手ならではのね、そうですね、ボールなんですけどね。だいたい左バッターのインサイドっていうのは
カット的なボールを投げるんですけども、はい、あえてシュートをね、はい、シュートを投げている背中の側から軌道が見えるということですね、左バッターの。さあ、2アウトにはなりましたが、バッター4番の福留、昨日は2ベースが1本です。菊池が下がりました。芝生に入るところまでポジション下げています。幅広く使えますかね、バッター打ち取る球が多いんで、ね、それだけやっぱりバッターを悩むっていうことにつながっていくんですが、サイン合いませんでしたか。最初スプリットのサイン出してました、はい、だからそこから今何回も振ったから、スプリット以外のボールだと思いますけどね、私は。ちょっとインサイドのボール気味のストレートでね、面白いですよね。ストライクゾーンはダメですよ、はい、厳しいところだったらね。アウトローはわずかに外れました。いや、これも際なんかやっぱりね、自分の中でね、うん、今のが合わないからよ、もう合うボールはないね、ないですね。スライダーかなんかしかないよね。もう一球打ちに構えています。バット折れました。大丈夫ですね。スリーアウトになりました。黒田1回のピンチ、2塁1塁でありましたが、0点に抑えてベンチに帰ってきます。スタンドからはよくしのいだという大きな拍手が飛んでいます。さあ、決め球どうするか。キャッチャー梅野、最後は抜けました。フォアボールです。先頭バッターを出しました岩崎。ノーアウトランナー一塁です。ランナースタート。おー、低めに外れました。フォアボールです。連続のフォアボールの黒だと岩崎ですか、はい、やっぱキャリアが違うから比べるのはかわいそうですが、3番の丸です。初球打ち右中間に打球上がります。センターバック、センターバックして、こちら向きかフェンス手前、セカンドランナーは三塁に向かいます。フェンスの手前まで持っていきました丸の打球です。これでランナーは一塁三塁、三塁の先制点のチャンスでルナが入ります。セカンド、ショートは後ろ、ダブルプレー体制。抑えていくピッチングがあったんですが、神宮球場インコース2名のが構えています。打球上がりました。レフトバック、レフトバック、レフトバック、レフトバックして、フェンスの手前か向こうか、入ったか。いや、フェンスダイレクトか、ホームランというボールです、うん、ホームランです。ルナが先制のスリーランアーチ。今ルナがまだ気づいていない状況です。入ったの、入ったの、いや入ったかということで帰ってきました。いきなりの先制パンチ、ルナスリーランホームランで3点です。もう打った時の打球見たらね、もう入ったなと思いましたけど、まあ打たれてもしょうがないボールという感じですよね。あの力がね、本当に乗ってないんですよね。ストライクが入らない、でストライクを取りに行かないといけない、スライダーが、これ一旦ボールが手前側に返ってきたんですよね、この打球が。あ、向こう側にフェンスを割して戻ってきたんですね、はい、いきなりの先制パンチでスリーランホームラン3対0。さあ、黒田200勝に向けてまずは3点もらいました。さらには新井が入ります。黒田がベンチ前で投球練習、キャッチボールを開始しています。もう厳しいですね、これ投げさすボールがキャッチャーからすると、ね、ないんですよ。どこに投げさせていいかわからないんですよね、今もですからね。それが一つ負けるとね、次勝てないんじゃないかなんですよね、勝手にそういう思い込みがね、出るんですよね。
だから勝ってるうちはそういう不安がないんですけどね、まあ61年ね、昭和61年におっとマイクが出ましたね、センターの前に落としていきました。菊池がヒットでノーアウトランナー1塁です。1961年、昭和61年です。ああ昭和61年、昭和61年にね、10試合残して9連勝しなきゃいけなかったんですよ。金石がその間 3つ勝ちましたけどね、はい、あの時はもうどういうんですか、負けられないという中で、うん、まあ、勝つからね、自信持って投げてたね。最後1対0かなんかで阪神完封したな。そうですね、まあ、チーム自体も開き直ってましたよね。負けたら終わりだからもしょうがない。そこで3勝ですか、その期間で、しました。金石がねもうすごかったです。2勝か3勝しましたね。正確には3勝だと思うんですよ。結局勝ち数ではジャイアン、それでも一つだけ、左中間です。打球は左中間でフェンスは、あ、フェアです、フェアです。さあランナーは菊池はスピード上げました。もう一回ここでスピード上げてホームイン、バッター三塁へ。もう一点追加、丸の打球は左中間フェンス直撃。菊池はホームランと思ってたんですかね今再びスピード上げましたけども、見逃しませんでした。その前のね、その丸もあのボールを深いところまで持っていきましたけども、同じようなボールを今度はルナホームランにしました。 4-0 になったところで内野は前進守備、ランナー3塁です。3回の裏、もう1点追加するチャンスになっていますカープ。あっとデッドボールでした。ホームランを打っているルナに対してお尻の近くにデッドボールです。まあいいと、大丈夫だというところで、激しくインコースに来ましたけども、今日は厳しいですね、これね、もう続投が厳しいんじゃないですかね、この内容だとね。左バッターに対して全く左バッターが嫌がる投球もできてないでしょ。丸選手もね、いい当たりが2つされてね、1つはセンターフライで、2つ目はね、スリーベースヒットでしょ。でここでコントロールミスでデッドボールですね、ルナ選手にね。ちょっと体に異変でもあったんですか、高田コーチと。いや内容が悪いからやっぱりね、ただ続投になっています。まあ、ブルペンではこれも金井さんね作ってると思うんですけどね。いや作っても間違いない、1回から作ってますから ね今日の内容ではね。続投で一塁三塁で新井が入ります。これ出ますよホームラン、ね、長打、長打出る確率が素晴らしく高くなってますね、これね。条件が整ったっていうんですかね。そうですね、もうインサイド2つ続けてデッドボールは、ね、なかなか投げれないしね、はい、ヒットはすでに5本出ています。狙い球もアウトコース、真ん中からアウトコースに打てなくて、自由契約になって広島に来たわけですよ。なぜ打てなかったかというのをベンチから見てるのに、そういう攻めをしないですよ ね。7月は5割という数字、打点も20、鈴木誠也も当たってますが、この新井も5割です。鳥谷とはずっと一緒にやっていた元チームメイト新井、3ボール1ストライク、引っ張って三遊間抜けました。70打点目はタイムリーヒット、5点目。今度はしっかり三遊間引っ張る当たり抜けていきました。生活かけてますもんね、やっぱりね。いやかけてますね、新井の方は生活をかけてます。
ここでピッチャーの交代ということになりそうです。なかなか、まあ、タイガースサイドから見ますと、まあ、替え時もなかなか難しかったのか、これで5対0となったところでのピッチャー交代ということになりました。期待を込めてでしょうね。何回だいたいフォロースルーはこう手のひらが投げた後、手のひらはこう外を向くような感じになりますから、3、2打球はレフトバック、レフトバック、レフトバック、まだバックします、まだバックして、これもフェアになっています。さあランナーは2塁から3塁回った、ルナが帰ってきます。もう1点追加、レフトオーバーのタイムリーヒットになりました。3-2から結局鈴木誠也は仕留めました。黒田にまたしても1点追加プレゼントです。高山の守備は追いつくにはちょっと難しかったですかね。まあ、それだけ強いスイングで振り切ってますから、はい、ボールもね意外に伸びましたよね。でちょっと少し前に回ってたのかなっていう、まあ、1、2塁でしたからね、はい、若干バットの先ではありましたがレフトオーバーです。センターへ、三塁ランナーが帰ってきました。タイムリー。結局、まあ、歩かすどころかぶつけるどころかタイムリーヒットになってしまうというこの松田、いいなピッチングをしていると見ているようですね。で、まあ、この後打線が1巡2巡としてまた投球内容も変わってくると思うけれども、まあ、勝ち方を知っているピッチャーなのでこの後自分のピッチングをしてほしいということを話していましたね。まあ、勝ち方を知っているというコメントがありましたけれどもね。199勝のキャリアです。さあこの回先頭バッターは坂本からです。まずは勝利投手の権利がかかっていますこの5回。アウトコース、これも空振りです。簡単にこれで2ナッシング。あのボールに金石さん、タイガースの右バッターが結構手を出してくれますね。いや、あの振らされてますよね。これもう浅いセンターフライです。なかなか坂本は辰川さんバッティングさせてもらえませんでした。いやー、ボールボール振るからですよね。難しいボールをね、難しいボールを振らされて甘いボールを見逃してまた難しいボールを振ってるっていうね、ちょっと悪循環、ね、今のなんかも3球でしょ、3球、ちょっと落ちるボールなんですよね。なんかどうやって打ったらっていうバッターボックスの中でね、こう見えないですもん ね、 なるほどね。このボールはこうやって打たなきゃ絶対ヒットにならないなっていうところからね、はい、代打の伊藤がバッターボックスに入っています。松田のところでの代打、まあ、そう的を絞らせませんしね、黒田投手もね、あの球種が多いから、はい、2番手の松田はここで交代です。昨日は7回に代打で登場しました。尾形が代打で出てきてセンター前ヒットを打って、さあこれでワンアウト1塁2塁というところで代打に入ったんですが、ショートゴロに終わった昨日の打席。まあ、感慨深いものがありますよね。1年目からずっと見てきてるんですが、まあ、川端コーチがね、黒田は絶対良くなるという、 今は亡きね、三村監督、元監督。一塁はベースカバーアウト。 3-1 完璧な連携プレー、このベテランコンビ味があります。ね、思い切ってあのジャイアンツ戦でね、使って初登板初勝利というところからね、はい、そういう中でなかなか、ね、この勝てなかったんですが、はい、やっぱりね、あのすごく努力してました。今も足がよく動いてますよね、うん、やっぱりランニングの量がやっぱりこの、そうですね、今までのピッチャーの中では
金石もあんまりしなかったからな。それはちょっと金石さんに聞いてみます。金石さんそうなんですか。黒田が一番かな。そんなことないですよね。あのもう自分の調整法を知ってるからね。もう走れるときは走るし、はい、でコーチからこう走れとかじゃなくて、自分で走るからもうその走ったものが自分の力になると思うんですよね。僕らはもう走れって走らされてましたからね。半分身になってないですもん。あ、そうか。あ、自分でやるのとそうやって言われてる、ね、調整の仕方で ね、まあ、長いいろんな選手見ましたけど、黒田ほど真面目な、もうきっちり本数こなす選手見たことないですね。あ、お、スイングです、スイングです。ちなみに99年の達川監督時代のその年の初勝利は4月6日の黒田が投げたピッチングでしたね。あそこで阪神戦お見事ですね。ナイスボール。そして三振に打ち取って5回を終えました。これで役所達成の権利をひとまず掴んでいます。田中がうまく時間を作りました。まあ、さすがにこの辺りは黒田大先輩の背中を確認してキャッチボールが始まったのを確認して自分のバッティングに入っていきましたが、最後は三振でした。さあ7回のマウンドに上がっていきます黒田。黒田がね、はい、入団した時はね、185センチの70キロ弱、今日ちょっと弱だったんですよ、はい、それが今185センチの93キロですよ、うん、でまあ、あの年取ったということで球威は落ちてるんですが、金石が、ね、入った時にね190何センチかな193455ぐらいだったかな。だいたい、ね、少なめにかけおったんですよ、うん、高いの嫌だから。で入った頃は18歳ですからね、19歳ですからね、まあ、成長期ですから、まだ見てる、はい、体重が体重がね68キロぐらいだった。78キロでね、ヒョロヒョロです。本当にヒョロヒョロで、それで金石のおじさんにですね、はい、とにかく金石に飯を食わしてくれ、飯を食わしてくれ言われてですね、あの体重が1キロ増えるごとに、はい、球速が1キロ増えるようになるから、動ける体で、そしたら金石がね、85キロになったんですよ。ものすごくアップしましたね。85キロになりましたね。まあ1年じゃないですよ、5、6年かけて、はい、そしたらね147キロ出るの。あら、135キロが、それから金石がどんどん勝ち出して、うん、やっぱり体ができるということで、黒田もやっぱり最初ね本当にものすごく細かったですよ、うん、若い頃の写真がまた出ると思うんですがね、今やっぱりバランスのいいピッチャー、うん、ピッチャーらしい体になってますよ。それは金石さん、やっぱり自分でも体が大きくなったことによってボールいってるなっていう、足腰でね、足腰でボールを投げれるようになったんですね。やっぱり体重がないと、やっぱり腕先だけでね投げようとするからコントロールもつかないんですけど、腰で投げれるようになりましたね。今のが100球目でしたが、石原がチェイス、石原ベンチの前、これで100球到達です。だから金石の今の下半身投げれるところでね、今日 今から黒田のフォーム見ても分かるように、軸足に乗って1回ここで乗る、そしてもう1回投げるときにグッと左膝が上がる、はい、これはなかなかできるもんじゃないんですよ。もう2枚腰でね、同じような、ね、タイミングの取り方をするピッチャーはね、まあ、左と右と違うんですけども、今ソフトバンクの監督をやってる工藤、工藤投手はですね、膝から下のタイミングをね、うまく取るんですよ。もう1回作り直すっていうんですかね、タイミングを。だからこれはもうお手本ですよ、こうやって軸に溜める、そしてグッともう1回、だからタイミングが合わないんですよ、三振です。割れを作るってですかね。なかなか金さんできるもんではないんですか。難しいですよね。体を残してこう胸を開くっていうかね、で黒田のバロメーターは左の足がベルトより高く上がってる時にはいいボールを投げてます、はいはいはい、これもう見たら分かります。左の足がベルトより上がってないでしょ、はいはいはい、今の大したいいボールいってないでしょ、だからそこだけ見たらね、黒田がいいボールだから、それもね本人は分かってるんだけど、もう首と腰が痛いんでね、精一杯ですよ。ちょっとヒヤッとしましたね今のような打球は。
ッチャー返し。だからあの若いピッチャーに言いたいのはとにかく動ける体で体重を増やしなさいと、はい、それ以外にこのプロでこのコントロールスピードはつかないと思いますよ。それともう一ついいのはね、うん、おさっきのシーンです。膝から下が開かない、ステップした時に ねステップした足がつま、はい、先がねもう開いてない。だから右腰がね、うん、左腰に対して右腰がねドーンと乗ってくるわけですよ、うん、だからリリースがの距離がねバッテリー間の距離がすごく短くなる。はい、昨日投げた野村とちょっとねあのフォームは違うけど基本的なところは全く一緒ですよ。ショートゴロです。田中二塁はアウト、一塁はセーフになりました。このキーストンコンビはすごいね、もう本当に、まあ、全くのロスはなかったですよね。黒田が言ったか言わないかとははっきりは分からないんですが、菊池はねメジャーへ行ってもナンバーワンだと言ってましたよ。一塁はわずかにセーフでありましたが、このセカンドの菊池、うん、そしてショートの田中、あの田中の最後のバウンドの合わせ方も軽快にさばいていきました。ジーターとカノーより上手いとか言って、ね、言ってましたけど。なるほど、もうそれは一番もう黒田がよく知ってますよね、ジーターとカノーとね、ただジーターの方が田中より肩がいいと言ってましたけど、ジーターの方が、ああそうですか、うん、黒田が直接聞いたわけじゃないんですよ、またが聞いたし、はいはいはい、まあ、それぐらい本当にね、うん、この二遊間はすごいですよ。なるほど、まあ、そこに打たせればもう安心というところですね、そうですね、うん、バッターはピッチヒッター加納が入っています。なんとかこの黒田のテンポよく投げている部分をリズムを、ね、狂わせるような攻撃にしたいんですが、タイガーススイスイと黒田が投げています。立ち上がりね金石が脅かすから心配してたんですよ、うん、達川さん今日黒田の遠投見てたら調子悪いですよ、本当かと思ったらやっぱ初回悪かったんですよ。だからゴメスがあそこポンとあの2ボールから打ってたらこういう展開には今日なってなかったかもわかりませんね、悪かったやっぱり。いや少しなんか体が重たそうかなという雰囲気をね思ったんですけども、まあやっぱり身長初回はね身長でいきますよね、で、うん、ゼロで抑えられたっていうことがね。110球を超えてきます。ランナースタート、わずかに外れました。フォアボールです。初回コントロールはちょっと少しばらついてましたもんね、一旦石原がマウンドに向かいました。111球、内野陣が集まります。まあ、ここで間を取りますね。だから本来なら6回で変わってもいいようなところですけど、中崎が昨日足に当たりましたから、はい、中崎には投げさせたくないという気持ちがあると思いますよ、うん、そうすると1イニング長く投げれば、この点差でいけばね、もう中崎投手はもう投げなくていいっていうところにつながってくるんですけど、ただこのイニングちょっとね苦しんでますから尾形監督がどう判断するかね。ランナー2人置いていて、もうすでにスタンド中はジェット風船の準備が整っておりまして、真っ赤にまた風船で染まっておりますが、その前のピンチです。二塁一塁、バッターは荒木です。まあ、荒木もね昨日ヒット打ちましたけど、黒田が赤子をひねってますね、うん、今のカットボールで必ずファール打たせて、そこからカウントを稼ぎながらボール球を振らしてますよね。今日はここまでまだヒットがありません。
黒田の気迫が勝ってます。これ15投入ってこれ特別バージョンですね。これ黒田の背番号ですね。登板日に発売をされていますけど、これ15投入ってます。だいぶ疲れてますね。かなりね、うん、ボールもちょっと高めにね抜けてきてるからね、うん、まあ、15号これ金石完全に黒田のものにしたね。最初津田が15だったんですよ。あ、15から14で、見逃しの三振でした。スタンドから大きな拍手が飛んでいます。ランナー二塁一塁のピンチ、またもここは黒田が気迫のピッチングで抑えています。これ3回ぐらいじゃないの、見逃し三振続いてるんじゃないですかね。続いてね、必ず見逃し三振、見逃し三振、見逃し三振で回ってますよね。鳥谷もそうでしたし、そうですね、これ絶対阪神サイドからするとやってはいけないことなんですけども、ベンチに帰った後さ、宇根コーチは、あ、言ってますよ、宇根コーチは相談ですね。どうするか、今もポーンと叩きましたんでお疲れさんという感じかもしれませんね。そうですね、もういいだろうというところでね、握手しますね、監督とね。なんとなんとこの大事なマウンドで7回無失点に抑えるピッチングを見せました黒田。115球で仕上げました。いや、さすがですね。そしてマツダスタジアムジェット風船が今上がります。今日は15、黒田登板日に販売されているこの赤いジェット風船が今舞い上がりました。満員のマツダスタジアムです。黒田メーターというわけですね。まあ、このリードの中でこれからは継投に入っていきますが、黒田は7回まで、これで黒田200勝達成まであとアウト1つになりました。2アウトランナーなし。そろそろ皆さんがボードを掲げる時間帯が来ました。バッターボックスは坂本が入ります。今日はゲーム途中からマスクをかぶっていいリードをしています。その坂本対市岡です。先ほどのセンター前ヒットが嬉しい坂本にとってはプロ初安打になりました。いい当たりのセンター前ヒット、まあ、いい思い出になりますよね、黒田から打ったんでしょ。そうですね、黒田の200勝の日に ね、 そうですね。しかもその後のマスクリードとしてはベンチの期待に応えました。だこの坂本選手だけね、阪神の中の空気があるんですけども、うん、その空気の中から一人こう外れてやってるような感じがするんですよね。なるほどね、戦ってる感じですか。イメージ的に戦ってるようなね、うん、やっぱりルーキーだし、アピールしなきゃいけない、アピールしなきゃいけないし、やっぱあの一生懸命さっていうのがね、もう見えますもんね、全面的にね、映って見えるっていうか、まあ、カープと戦ってるよ ね、 そうですね、結果と戦ってないですよね。今シーズン2試合目の出場ですが、さあ2アウト、頭の上はセンター前ヒットです。坂本、これで2本目のヒットになりました。こういうヒットは評価されますよ、ね、こういう一方的な、ね、ゲームになってね、自分の立場ということを考えるとですね、ルーキーでマスクかぶらせてもらってね、いい結果出てるし、これはほんま明日スタメンで出てこないとおかしいですね、本来であれば、まあ、メッセンジャーですから、そういう外国人の場合は、あのキャッチャー難しいんですけど、まあ、どんどん監督が言ってこれで投げてくれと言った方がね、まあ、いい言葉で彼は続かないと思うんですけども、もう経験になりますもん、そう、これ習うようになれるね、キャッチャーは。さあ、2アウトランナー1塁で伊藤です。カープの勝利まであとアウト1つ。高めストレート空振り、こんな大振りする必要はないんですけどね、本来はね。ベンチの黒田は、あ、ここに新井がいますね。黒田はどこにいるんですかね。今日はホームランったルナ、黒田帰ったそうですよ。どこでしょうか、うん、空振り直球で押します。
まあ、同じとこ攻められますよね、はい、ベンチコロナの200勝まであと1球というところまで来ました。その節目のゲームで7対0リード。ストレート、アシストリードをしました石原です。そうですね、黒田も言ってましたね、石原のリードは素晴らしいって、よく相手を見てますよね。打ち上げた、さあスタンドは総立ち、スリーアウトの瞬間が今来ました。黒田博樹日米通算の200勝達成の瞬間です。なんとその試合も7対0チームは完封勝利。7回を投げて無失点で黒田がこれで通算の200勝を達成した一戦ということになりました。いやスタンドからは大きな拍手、そして黒田の姿があります。まあ今日は黒田はこれまでの2試合の内容から考えると本当にもう味方の援護もあって、その援護に応えるピッチングで200勝を掴み取りました。今メンバーを迎え入れます黒田。いやついに辰川さん、はい、200勝達成の瞬間でした。いやおめでとうございます、本当にね、入団当時 の黒田のね、苦労を見てるだけにね、本当によくここまでね、頑張ったと思いますね。ウィニングボールもらえましたかね。あ、そうだそうだ、まだ渡してない、まだ手元に入ってませんね、うん、田中から一岡に渡って一岡がこれどっか投げるんじゃないか、大丈夫かな。まだグラブに入れてるんじゃないですか、ね、どうでしょうね、いやみんなが今黒田にね、先輩おめでとうございますと、敬意を表しています。まあ、優勝の前座で胴上げでもしたらどうですか。ね、それぐらいやっぱり今日はね嬉しい。ウィニングボールポケット入れました、ね、ありました、ああ入れましたか、ついに、あついにもらった、さすがの黒田投手もこのボールだけは持って帰りますかね、帰るかね、黒田の前行ってからボールくださいって言ってみようかな。お今大きな大きな花束が出てきましたね、200勝のこれは。あ、新井からですか。いや新井からじゃなくて石原からやってほしかったな。今役所のこの大きなプレートが贈呈されました。2000本安打と200勝の揃い踏みです。新井でも役者不足じゃないし全く問題ないんですけどね、やっぱりあんまりこのどういうんですか、表に出ない石原にスポットライトを当ててほしいですね。今200勝のセレモニーが行われております。大きな歓声、石原が笑顔で喜んでいます、ね、小畑監督、これでベンチ前でみんなと改めて これで本人もほっとして ね本当の肩の首が ね一つは折りましたからね、もうねもう金石もうこれで本当に投げれなくてもええな、まあそうですね、悔いはないっていう感じでね、まあ、優勝してね、優勝もついてくると思うんでね、このままいけばね、カープでは北別府さんに続いて2人目の200勝投手ということになりました。まあこれで野手の方がほっとしなきゃいいと思うんですよね、まあ、ないと思いますけどね、今の選手も本当にその場その場で一生懸命なんで、今これからビジョンで VTR が流れるようですね。カープの背番号15黒田博樹、球団史上2人目の大記録200勝達成おめでとう。
もっともっとストレートのキレを良くして三振をどんどん取っていけるピッチャーになりたいと思います。20年前の意気込み通り剛腕投手に成長した黒田は最多勝に最優秀防御率などのタイトルも獲得。カープの絶対的エースとしてマウンドに君臨した。そして2008年に海を渡った黒田はメジャーリーグでもその輝きを放ち続けた。ロサンゼルスドジャース、ニューヨークヤンキースで日本人初の5年連続2桁勝利を記録するなど大活躍。しかしその心は赤いままだった。カープで野球をすることの方がね、その野球の重みというか、広島という小さい町ですけど、そういうところでね、僕のことを待ってくれる人がいるっていうのはすごく、一球の重みとカープファンのために世界最高峰の舞台で巨額の年俸を捨てて広島に戻ってきた黒田。誰もが黒田のマウンドを楽しみにしている。満身創痍の体で引きちぎれんばかりに腕を振る姿に心を動かされている。黒田の一球一球に熱くなっている。これからも広島は黒田と共に大きな夢を追いかける。それでは日米通算200勝を達成されました黒田投手の登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。改めまして日米通算200勝達成黒田投手です。この歓声です。まずは何より今の率直なお気持ちからお聞かせください。そうですね、一番は本当に、ほっとしています。はい、まあ、200勝に王手をかけてから今日が3試合目のマウンドでした。どんな思いで今日はマウンドに上がったんですか？まあね、今日たくさんの、ファンの人が、集まってくれて、今日の、来ていただいたファンの人の前で、なんとか今日決めたいという気持ちでマウンドに上がってました。マウンドに上がる際にも、そして一プレー一プレーにも本当に大きな歓声が湧き上がっていたんですけども、ああいった声というのは黒田さんにはどう届いていたんですか？そうですね、いつも本当に、ファンの人の、声援で、背中を押されて本当に、心が折れそうな時でも、マウンドに、行く気持ちを、常に持たせてもらって本当に感謝しています。投げては7回無失点、本当に気迫のこもるピッチングでの達成になりましたけれども、今日のピッチング振り返っていかがですか？そうですね、本当にみんな、なんとかね、勝たせてあげたいという気持ちがすごく伝わってきてて、本当に若い選手が多いんですけど、選手に引っ張られて、今日なんとか勝つことができたと思っています。何より日本に、そしてカープに戻ってきて、この本拠地マツダスタジアムでのこの偉業達成、これが感慨深いものありますよね。そうですね、本当に、まさかね、こういう日を迎えれると思ってなかったんで、本当に嬉しく思ってます。
ちなみにですけども今日のウィニングボールというのは受け取られたんでしょうか。今お持ちですか。あ、見せていただけますでしょうか。日米通算200勝の記念のウィニングボールになります。こちらになります。ちょっと掲げてみてください。このボールどうされますか。いや、まあ、一応持っときます、はい、いい宝物になりますね。あ、そうですね、はい、改めまして、まあ、日本とアメリカで積み重ねたこの200という勝ち星、これは黒田さんにとってはどんな数字、どんな意味のあるものになるんですか。まあ、自分自身も、ね、あんまり実感が湧かないというか、本当に、そこまで勝てたのかなという気持ちですし、まあね、数多くたくさんの、ね、日本に限らずアメリカのチームメイトとかいろんな、サポートがあってね、ここまで来れたと思ってます。そして節目の200勝を超えて今後の目標というのはどう修正されていくんでしょうか。いや、本当にチームのためにね、201勝目を目指してまた明日から、準備して、そしてね、大きな目標に向かってチーム 全員でね、戦っていきたいと思っています。それではですね、この偉業達成を一目見ようと今日も本当に多くのカープファンの皆さん応援に来てくださっています。最後にそのファンの皆さんに黒田さんメッセージお願いいたします。本当にね、今日、最高のね、チームメイトと、そして最高のね、ファンの前で、そして最高の、広島松田スタジアムでね、こういう節目の、勝利を挙げれて本当に、自分自身感動しています。本当にありがとうございました。今後も活躍も期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして日米通算200勝達成おめでとうございます。皆様黒田投手に今一度盛大な拍手をお願いします。ということで日米通算の200勝達成のヒーローインタビュー並びに、記録達成のインタビューをお届けしました。田塚さん、今のお話どう聞いてましたか。いや、黒田本当にね、自分のことを後にして、周りの人の気遣いというのがね、すごいですね。もう自分のことはもうほんの少しでね、周りのことばっかしでしたね。金井さん、いかがでした。まあ、そうですね、やっぱりプロフェッショナルですね。もうプロの中のプロっていうところにつながってくると思うんですけども、やっぱりこう自分一人じゃないっていう、この大学の成績を上げられたのは自分一人じゃないっていうところをね、まあ、強く持っている、プロ投手でしたよね。で、若い頃からのやっぱり投げ方を見たりしてると年々投げ方が良くなって、やっぱり一番大事なのはね、勝負をしてるっていうその姿がね、はい、非常にいいですね。やっぱり勝負なんですよね。細かいコントロールとかどうじゃなくて、1対1の勝負をマウンドでできているっていう、その積み重ねがね、200勝につながってますね。途中ね、ルーキーで入ってきた時の話なんかもね、辰川さんにしていただきましたけども、その時の映像がさっき本当出まして、遅かったですね。いや、遅いしね、髪の毛もありすぎたですね。まあ、あの頃はファンソンに投げてましたけどね、今金石が言ったようにね、一球一球勝負、まあ、一球の重みということでね、メジャーから帰ってきてそれをより一層感じてるというけど、それと最後にはまた準備して201勝目を目指すとかね、本当にプロフェッショナルですよ。これはどうやって書いてあるんですか。容易読めない感じ。谷口さん、大切倍ね。大大切。ちょっと調べましょう。梅花カレーですね。カレー、これなんか意味があるんですね。この裏を見るとね、1イニング10点とかってなんか書いてますよ。2軍の時ね、U でね。あの黒田さんがね、1イニング10点 U で2軍戦ですよ。はい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 。はい、二軍戦、そういうこともありながらということですね。大切倍加例ですかね。これね、
黒田のこれまあ座右の銘ですね。黒田の座右の銘、雪にの寒さにも耐えた花は、まあ綺麗に発作とかそういうことなんですかね。そうなんでしょうね。霜に打たれた柿の味、深紅に耐えた人の味というようなもんでしょうかね。ちょっとね、次回までに調べてみましょう。そうですね、明日 J スポーツで、はい、金井さんやられますんで、ご紹介、金井さんこれご紹介してあげてください。ね、今日の宿題ですよ、はい、夏休みの宿題が出ました、金井氏にね、もうスタッフがね、はい、もう下調べしてますからね。いやいや、金井氏は自分でするはずですよ。ああ言いながら、金井氏は意外とね繊細だから、人任せにしないんですよ。自分で全部ね完結させると、でもさせると思うけどね。明日アニヤさんだから、あの、はい、アニヤさんが取り、そうですか、今年、あの年代がありますからね。カネさんの先輩でもありますね。もう言葉に重みがあるから。いやー、ほんまあの黒田さんがね、本当にあの入団当時見るとね、こんなにコントロールのいいピッチャーになるとは夢にも思わなかったね。そうですよね。まあこういう T シャツもうまいこと作りますよね。本当ですよね。新井さん、新井選手がね、見せ物った時も面白い T シャツをね、作ってましたね。あの新井さんがっていう。そうだったかな、この黒田さん、あの黒田さんがですよね、この黒田さんがね、本当にスライリーがね、もう曲がったことが大嫌いな男なんですよね、この黒田は。黒田コールです。まあやっぱりアメリカから帰ってきて、そしてこの瞬間、こういうシーンをファンの皆さん待ってたんですね。